はい、どうもこんにちは、水ニャンです。まあ、今日の動画なんですが、またね、コムドットが炎上してます。まあ、ことの経緯について、説明をすると、コムドットが、16日から24時間逆鬼ごっこと、称した企画の動画を YouTube に、投稿している。で、その動画は鬼が4人いて逃げる人が1人というね、従来のその鬼ごっこの鬼と逃げる人が逆転したバージョンで、これがなぜね炎上しているのかというと、人通りが多い街の中を走っていることがまず一つで、コムドットのメンバーがマスクじゃなくてマウスシールドをつけてやっていることで、これが二つ、はっきり言ってやばい。で、まずね、こう人通りが多い街の中を走る行為についてだけど、人にぶつかる可能性があるし、もし仮にね、小さい子供とかにぶつかって怪我でもさせたら、これどうするんだって、もう話ですよ。ね、同じね、こう鬼ごっこ企画でも、こういうところのね、配慮があるなしの差が、フィッシャーズとのね、こう違いだなって思いました。ちなみにね、こうフィッシャーズの、シルクもね、ここ最近、炎上しましたけれども、あれとはね、そう別の話で、その同じね、こう鬼ごっこ企画っていうので比較をすると、やっぱフィッシャーズとね、そのコムドットの違いがもう明らかになってるよね、と。で、次にね、そのコムドットのメンバーが、マスクじゃなくてマウスシールドを着用していること。で、これはね、こう企画中にこうメンバーの顔全体がそうカメラに映るようにやってるんだろうけど、街の中ではね、やめようよ。で、別にさ、コムドットがさ、その街の中をね、そう貸し切ったりとかね、して、そのね、鬼ごっこ企画をやってるわけじゃないじゃないですか。で、やっぱり街の中なんだから、全然ね、YouTube と関係がない一般の人たちも、いっぱいやっぱ歩いてたりするわけよ。で、マウスシールドなんでね、はっきり言って効果ないよ。で、そもそもね、こう、マウスシールドって、通常のね、不織布マスクとかと違うって、顔に密着しなくて、で、飛沫をこう防げないから、感染症対策にこうならないんですよ。で、ほぼね、こう、ノーマスクみたいなもんだよ。で、マウスシールドだったらさ、例えば自分からね、こうね、出る飛沫っていうのも、ね、一部しか、防げない。なんだかんだで、ね、自分から発せられるこう飛沫がね、こう全部が全部、そう防げるものでもないし、で、ほぼね、こうノーマスク、みたいなもんですよ。だから例えばだからこうマウスシールドをね、使う人では、そのマウスシールドのこう下にね、通常のそのマスクをこうつけてやるんだったらね、こう二重にもこうガードしてるわけだから、よりね、こう感染症対策にこうなると思うんだけれども、マウスシールドだけだったら意味ないよね。はっきり言って、そう、マウスシールドをつけた状態で、街ん中ね、走ったりとか、歩いたりとか、するのなよっていう。で、結構ね、こう、街ん中でもね、あと大声出したりとかしてて、で、それはね、企画的にしょうがないとは思うんだけれども、ああいうのね、なんか、やばいなって。なんか他の人に対する配慮、これがね、全然なされてないね、動画だった。ぶっちゃけね、こう、コムドットって、顔ファンがめちゃくちゃ多かったりとかするから、だからさ、その、こういうことじゃん。ファンが離れたりとか、ファンが指摘をしたりとかすることって、ないとは思うんだけれども、ただね、それにね、なんか乗っかって、ね、メンバーたちも、調子に乗って、こういうなんか周りの人にこう対する配慮、これをね、失っちゃいけないよねって、俺はね、思ってる。で、なんだかんだ、そう、東京都のね、新型コロナウイルスの感染者だけど、今日ね、こう1万人、超えてましたね。で、実際、オミクロン株はね、世間で、感染力が非常に、強いって、言われてるし、で、なんだかんだ、僕もね、今、新型コロナウイルスの濃厚接触者で、そう、自宅待機、してます。で、いつね、こう、どこでも、ね、新型コロナウイルスに、もうかかる可能性、もうこれがね、出てきた。で、なんだかんだ、本当通常ね、みんなが、こう、気をつけながら、こう、生活をしていたとしても、本当に、
まあ、いつねかかってもおかしくないわけなんですよ。でまあそんな中でね、まあ、YouTuber がこう外でね撮影したりとかするときに、まあ、その対策をね、まあ、そのきちんと、撮っていないっていうのはね、まあチャンネル登録者数数百万人いる YouTuber が、まあ、そんなことになってるっていうのは、まあ、見ててやっぱねこう見苦しい。まあ、確かにねそのコムドットもこう撮影の前にちゃんとメンバー全員ねこう PCR 検査をやって、でまあそれでちゃんとね、陰性がこう出てるからこうやりましたっていうような、まあ、主張を、してるけれども、ただねやっぱりね PCR 検査ってね、まあその後々その陽性になることもあるんですよ。で1回目の PCR 検査で、まあ、陰性だったとしても、で次の日とかにね発熱をしたりとかして、でそれで、陽性に切り替わったりとかすることって全然あり得る、話だから、まあそういうことがねもし万が一こうないように、ないようにっていうか、まああっても大丈夫なようにちゃんとねこうマスクをしながらね、あのするべきじゃない、感染症対策をちゃんととって企画をやるべきじゃないのっていう風な話ね。まあそうコムドット自体ね、まあそう炎上したところで、まあ今のこう勢いがまあそうしぼんでいくとは、まあ、思わない俺も。いやもうコムドットは本当に今ねすごい勢いがある。ほんと前世紀のね、まあ、そうヒカル・ラファエル、まあ、怪盗ピンキーのね、まあ、ネクストステージ並みにねもうほんと勢いがあるグループだと思ってる。まあ、大体だからこう毎年さ、まあ、1グループか2グループぐらいね、まあ、こういうまあ YouTuber ってこう出てくるんだけれども、まあ去年だったらね、まあ、それがまあコムドットだったのかなっていうふうにまあ思う。ただね、まあ、正直、まあ、こういうところのね、配慮とか気をつけていかないと、まあ、将来的に本当取り返しがつかないぐらいの炎上にこう巻き込まれたりとかして、でも再起不能になるぐらいこうボコボコにされてしまうことって、まあ、世間からねこうあると思うんだよ。だからこそなんかこういうねちっちゃいことかもしれないけど、俺はきちんとコムドットにはねこう配慮をした方がいいんじゃねえかなっていうふうにまあなんか思うんだよ。でやっぱりまあそのね、あのコムドットのあまり良くないところっていうのは炎上の火種っていうのをね自分たちからまあ作ってるところだよね。だからまあそのなんだろう、今回の件だってまあ他人がそのね、まあ、イチャモンをつけて炎上させてるようになんか思えるかもしれないけれども、俺はそうじゃないというふうにね、まあ、思います。まあなんだかんだやっぱりね今のご時世だけど、まあみんな新型コロナウイルス、まあ、感染症にねすごい敏感にこうなってる時期だから、そう自分だけではなく周りの人のねこう感染症対策に対してもすごくですね気にしてることが多いと思う。だから、まあ、人前にこう出てるからこそね、まあ、そういったところの部分について、まあ、俺は気をつけるべきじゃないかなっていうふうに思うし、で、まあ、今回の、まあ、そうコムドットのこう炎上について、いや俺は別にねなんかね、まあ、炎上してもしょうがないんじゃないかなっていうふうに思ってるし、全然こう理不尽じゃないなっていうふうにまあ考えてます。ということで、まあ、その本日の動画なんですけれども、もしね、この動画を見ていいと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、水ニャンでした。じゃあね。